こんにちは。こんにちは。うえ。うえ。あ、でかいっすね、やっぱり。なんか伝わんないね、あんまり大きさは。だから僕ら今結構離れてるんで。あ、確かに近寄って、一回近寄ってもらってもいい。近寄ってみる。いや、決まってちょっと待ってた。でも、おちんちんが当たって嬉しいっすね、なんか。冗談冗談。慣れたわ、俺もう。ごめん。もう何回慣れてるわ、もう。え、3年ぶりだから、ちょっと、かましてやろうかなって、一発。でも、そんな3年ぶりじゃなくね？でも、このチャンネルに、僕ら2人出るのは初めてじゃないですか。それは初めて。え？地球軍にぶっ潰してた。俺んちでしょ？でも、ここで。あ、ここではない、ここではない。挨拶何しようかな。ポだろ、最後やれよ。パッ。パッ。はい、で、今日は普通に。BL 兄弟に来てもらったんですけどね、いきなりどういうこと。お前、俺の親に殺されるよ、俺の親に殺されるよ、なんでなんでなんで指名手配されるよ、お前。やだ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 。BL 兄弟に来てもらったから、ちょ、今日何やりたいかっていうと。蹴ったもん、待ってるもん、一回。そちんとデガチンに来てもらったから、今日何やりたいかっていうと。家族やん、家族があるっすよ、今。あ、そうだね。今日何やりたいかっていうと、ハンバーグ食いたいなって。ハンバーグ。作ってんだよ。やばいよ、ハンバーグとかの次元じゃねえじゃん。やっぱ兄弟だからハンバーグ食いてえなって思って。どういうつながりだよ。いやいや、料理とかできるから。醤油でいくんすか。いや、ちょっと好きな特演ソース。いや、なんか醤油ソースだよね。ソースだよね。あの、ソースソースが何だよ。そのウスターソースか、なんか赤ワインとか、あとケチャップとか。ウスターソース。あ、いけますよ。いける。いや、いけるんじゃないですか。なんかバターとかないっすか。バター、冷凍してるバターならある。このウスターソース大丈夫。いつの醤油。ちょっとそうです、怪しいぞ。それ結構でかいっすね。アイスクリームに出して。なんで逆にこれがあるんですか。ナイフとかって。ナイフ、包丁でもいい。あ、包丁でも。じゃあこの洗ってない包丁で。えのか、やばいって。お前さ、原住民かよ、お前。マジで化石ですか。バイオハザードでナイフを拾ったみたいな時に拾うやつね、これ。確かに一番レベル低いやつ。そう、最初の武器のやつでも。料理すんの普段。僕は、はい、そう。え、料理して何してんの。料理して何、何作るかってことですか。料理して女性に何してんのかなって普通に食べさせて、食べさせて終わりです。食べさせて食べるんだ。え、そういう話兄弟でしない。え、でもなんかそれ兄弟にします、そういう話。俺は BL だからさ。あ、そうか。お兄ちゃん嫉妬しちゃうんで、僕が。そういう話ないから。めちゃめちゃ嫉妬するもんね、この人。そうなんですよ、普通に。俺も何を知ってるか。弟ちゃんやっぱ大事だから。しばき上げようか。一週間前にヤン君とご飯食ったんだけど。いや、そうです、本当に。どうだった。そうだ、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかったっていうか、その時は思ったんだけど、マジクソクソデブだね。怖い怖い怖い。お料理全然でかいもんね。いや、そうなんですよ。ここまで来るともうデブなんですよ。いや、なんか会った瞬間にハンバーガー食ってるアメリカ人みたいな。100キロ近く。どっちが重い。今ヤンの方が重い。あ、そうなの。脂肪あるのがある。ああ、確かにね。確かにとか分かんない。見せなきゃ分かんない。これウスターソースっすか。分かんない。お前さ、え、なんか怪しい。訳分かんない。いや、なんか匂いが腐ってんだろ、それ。いつのやつ。やだ、こういうのマジやん。一応なんかそう、入れる前に確認しておきたくて。捨てろよ。一応もう、じゃあもうなんかあるものでも全部入れてます。ドブみたいに言うじゃん。もう保証はできないですから。やばいって、それ。あー、あっち。そんな感じでねえだろ。そこまでは飛ばねえよ。でも今日ハンバーグ大きいっすもん。あ、確かに大きい。お前さ、立つとか大きいに反応するだろ。確かに。どうでかい。いろんなこと聞いていいですか。じゃあ、もちろんです、もちろんです。始まった。最高月収いくらですか。いきなりぶっこみすぎて。ちょっとスプーンだから。あ、スプーン。BL だから。お兄ちゃんとどこまでしたことあんの。じゃあ、いやー、話せるかなこれ。いけるかなこれ。使えるみたいな。無駄な膨らみ持たすな。お前、カノのチャンネルすぐヤフーニュースになって。助けてください。サワヤン兄弟実は BL だったの。カノのチャンネルで初公表みたいな。すぐニュースにされるよ、お前。でも言えないもんね、動画では。お前何回冷蔵庫開いてんね、勝手に。いや、動画では言えないもんね、だって。だから、そうやってガチ感持たせんの、マジで。めんどくせえから。今のヤフーとかも何でもニュースにするから。いや、じゃあ、最近何してんの、普通に。日常っすか。お兄ちゃんは
どうなの、でもその運動とかしなくなったよね。こないだ iPad 壊した。え、切れすぎて。なんで最近アンガーマネジメントできなくなっちゃってさ、アンガーコントロール切れやすいってこと。やばい。どういうことに切れんの普通に。全部信号とかに切れてる。僕言ったじゃないですか。あ、言ってたね。覚えてます、そう、コラボした時。赤信号とかに切れるし、目の前のタクシーとか乗って、うん、目の前の車を添えて切れるし、全てに対して切れてる。ただの老害ってこと。そうそう。お前さ、俺のいないとこでお前、お兄貴のこと老害とか。じゃあ老害とは言ってないですからね。そう、信号待ちの話をほんとしたんだよ。ハゲで、そっちの老害って。じゃあ今これはマジでそうだよ。じゃあ危ない、マジで危ない。そう冗談冗談。ちょっと楽器なチャンネルのガードマンになる。やばいやばい。換気扇ちゃんと機能してんのこれ。オンでかくしちゃうとさ、音がやばくなっちゃう。あ、そういうこと、うん、サウナみたいになってるよ。もうこの窓とかもね、もう開きそうにもないじゃん。もうカノ君の感覚で怪しいフィルム貼ってるもん。あ、いや、結構あれだ。オッケー、ナイスです。それ景色見えちゃうかな。カーテン買うのめんどくさくて。何これ、キッチンペーパー。これ開けていい、キッチンペーパー挟んでる。これ開けたら怒る。あ、いいよ別に。でも音めっちゃいいじゃん。音やばくない、外漏れしない。全然そんなもうるさくしない。うるさくしない。あ、よく怪獣扱い。あ、待って、あ、挨拶お願いします。確かにそういえば知らなかったんだもん。どうせカットするもんな。いや、挨拶一応そうっす、うん、超短く挨拶する。シャだけで。確かに、そしたらもうカットしようがない。そうそう、カットしようがない、うん、どうせーのでカットされたらね。せーの、シャ。その顔。最近の動画の流行りやな、プロスピってやつ。あれ何なの、プロスピって。野球のゲームだね。ああ、やったことないからマジで。 iPad 破壊したし。じゃあいくら課金したの今まで。でも11月12月で250万。初耳なんですけど。マジガチ。え、そんな課金してる人いんの。まずいる。てかもっと、なんか普通にうん千万とか課金してる人いる。マジ誰がしてんの普通に。あ、こういうバカなやつが。社長さんとか、バカな社長さんが鍵にしてる。こういうバカみたいなやつがする。だからさ、この結構危ないよ。ドブみたいな匂いする、なんか。ドブなんだよね、それ。え、何かしらがさ、透明なこういうやつで、起きすぎてこうなっちゃってるってことかな。いや、その可能性あるやん。でも本当にまだ気持ち悪いもん、俺。多分、今ちょっと、これ薄めたら、いけます。マジで。見てみなさい、ほらほら。本当だよ、お前ら。あ、じゃあこれでいいか。え、じゃあお兄ちゃん、じゃあちょっと一回味見してみてよ。やだ。いや、大丈夫だ。本当に無理。いや、カノ君ちょっとラスト。いや、いらないっす。あ、ですか。お前作らすといて。お前一番味見しろ。飲めよ、それ。いや、見てください、見てください。完璧な。そうっす。完成したっすね。気持ち楽しかった。え、必殺技っていいかい。何回見てもうざいよ。不思議、不思議。どうぞ。いやつった、腹筋つった。お前これカットしたらマジ殺すか。でもこの、これがちょうどいい。この画角的にね。そう、多分まあ、ハンバーグ食べたことある？あれ決まってんだ。ハンバーグ食べたことなかったら何？なんかタオルないかな、持てないよ。え、どうぞ。これ使っていいですか？まあ、それ50万のタオル使う。あっちの方に取りに行くけど、なんかでかすぎて取れないか。一回いいよ、一回いいよ。そこ閉じ込めるぞ、ここで。なるべくもうやっとくんで、僕やっとくやっとくやっとく。重さ的にデブジジイだなっていう感じですよね、多分。今日結構軽く攻めてますよ。死にたいみたいな。最終回生きるの最終回。最終回でしょ。でかかっ。うわ、これハンバーグ。え、ハンバーグ食べたことあるっけ。あるね。あるか。このサイズは間違いない。これはない。これは何か、オーストラリアのさ、あ、エアーズロック。エアーズロック。エアーズロック。そう。あ、ご飯だけ。なんでお前それ詳しいんだよ、すぐ答えない。なんちょっと博識なんだよ。じゃあで、ご飯だけ持っていい。いいだろ、また合成で。あ、まあ、見せないから一回やんないんすか。やっぱ効率化がすごい。どん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 。ちょっと、あ、近いっすね。近かったんで。ちょっと下。わんぱく、わんぱく。ちょっともう一回撮っていい。
いいかな、いけかな、いけかな、大丈夫ですか、うん、ちょっともう一回だけ俺のサムネ毎回面白すぎるって入ってるっていうあれだよね、それが好きなんですよ。ほぼ見えてないんだけど入ってるんですよ。ルだけ見えるんですよ。ああ、俺か、俺のチャンネルか。早速ね、こんな感じで作りましたんで、うん、どうぞ。てか思ったんですけど、あれ僕ソース作ったはずなんですけど、あ、使わないですね。結構かけるや、結構いくな。これかけないとね、味しないんだよね、本当に。あ、じゃあその種自体にはあんま塩、塩本当に忘れちゃって高血圧じゃん。だからお好みでっていう感じですよね。これマジやな、俺。いや、絶対悪いじゃん、これアクセントになるから。罰ゲームの領域よ。このハンバーグ自体もヤンが食い切れるかっていう企画だから。俺は このフォークで食べきる、シナの技ですよ。これで食べきるのはなかなか。うわって、確かに中がどうかも怪しいぞ。ね、どうすか、あ、美味しいね。今まで聞いてきた美味しい中で一番まずそうだね。引きつってますもん。美味しい、ね、前回僕食べれなかったんで、ご飯カノ君。あ、そうだ、ノリ悪すぎて食ってくれなかった。いや違うんですよ、食べれないですよ、減量中だったんですよ。ちょっと赤いで、確かに中心。いただきます。うまいじゃん。あ、美味しい、美味しい。うまっ。めちゃくちゃ美味しいっすよ。美味しいよね、うん、前回の餃子も美味しかったしね。初期みたいに飛ばすんだよ。炎上してるやつか。フライデーズとか、 なんか そこら辺出てきそうだもん。雑なハンバーグって感じだよ、うん、うん、フライデーズの。何言ってんの一人。バナナもピューコ美味しい。もういいじゃん、全部じゃん、うん、把握してんだよ、カノ君の行動パターンしてる。全部。うわ。あ、じゃあ質問募集もして、一応して。でも俺ら人気ないから多分質問来ないよ。そうですよ、多分一件。あ、いや、それはもうなんていうの、予習済みっすね、予想済み。お、あ、ていうか俺好きだったらさ、なんか iPad ぶっ壊してて何本当に壊してんの。あの、リクライニングチェアに叩きつけた。シャリ歪んだ。叩きつけた時の歪み方が尋常じゃなくて。こう一枚の板があるじゃん、それがもうこう横で見たときになんかもうこんなの滑ってるってこと。そう、でも金あるからいいっしょ、全然。まあね。どう考えてもよくない。撮影中じゃないっていうのがまた、そう、プライベートで、プライベートで破壊する。じゃあ本当に問題じゃん、普通に。それ本当に病気なんだよね、俺。で、切れやすいんだ、本当に。本当に危ない。え、なんか更年期みたいなやつ。特に一人でいるときはそれが誰もいないことをいいことに、だからリミッターが外れる。人がいる方が怒っちゃいけないっていう、まあまあまあ、そうだよ、状態になるんだけど、逆に助かりますけど。一人のときは誰もいないから暴れたい放題みたいな。檻の中にいる野獣みたいになる。笑えないでしょ、それ。結構やばい。こんな巨人が、なんか巨人でそっちが暴れる。怖いし、そっちが違えな。このフォークはこっちがお前の祈祷の尿道まで刺す。切りやすいってことじゃん、うん、マジ最大な兄弟喧嘩とか何なの。兄弟喧嘩とかいっぱいしてたけど、 YouTube 始めてから一回ヤンの顔面ぶん殴ったことがある。ビンタ来ました。マジガッツリビンタ。なんで一回だけビンタしたことがあって、なんだったっけな。ヤンの個人のインスタのアカウントがあったんだけど、なぜかそのアカウントで、サワヤンチャンネルのアカウントをブロックしたんだよ。いや、ブロックしてないって、あれ絶対絶対してないですよ。なんかね、ストーリーを見えなくしたの、自分のストーリーを。そういうことね、見られたくないみたいな。いや、だから事故っすよ絶対。そういうこと。なんでてめえ見えなくしてんだって言ったら、なんで俺にプライベートはないのとか言って、逆に嬉しいだから、こいつ何も分かってないと思って芝居た。めっちゃ初期だよ。めっちゃ初期っすね。俺めっちゃ前から実は知ってんだよね。え、いつからですか。どの動画っすか。何千人レベル。最初になんかめっちゃ辛いもん食ってなかったっけ。だから極激辛ペヤングとか、もっと前ワンチップとかじゃないですか。あ、そうそれから知ってる。うん、それから知ってる。あれが一番最初に辛いものでちょっとバズった感じ。あ、そうだ、なんか嫌なもない、やめとこ。なんだよ、怖いから。どっちがサワヤンですか、じゃねえ。かっこいい男になる方法は何ですかって。ああ、やっぱこれはもう兄ちゃんって、やっぱ、うん、あ、兄ちゃんってイケメンじゃないですか。それさ、それさ、俺をいじろうとする。お前ら二人さ、本当に増感がとくヤンへの質問だ。でもやっぱじゃなくて、そのかっこよさって外見のかっこよさなのか、中身のかっこよさみたいな。ああ、この質問してきたガキかなんか知らねえけど、俺は中身のかっこよさだから、中身が知らねえから。外見のことしか聞いてないから。お兄ちゃんが外見担当。
ちげえよ、そ外見だぞ、俺が外見お前ら二人とも殺すぞ、マジで。いい加減にね、そうやって人いじめたらそこそこにしたら、まあ、確かに内面推しじゃん、結構。いや、それも失礼だけど、男、いやいや外見はもう終わってるけどみたいな、まあ、内面、まあ、じゃあ内面でみたいな。ハゲって言ってないよ、俺ハゲがむしろ帽子かぶってるわけだよ、寒いんだよ、そこ。いや、違う違う、本当にでも内面なんか男らしいじゃん。うん、それに至るまでの過程はどうやってそうなんの。いや、経験ですよ、いろんなこと漠然と経験して学べ、そっから。ああ、そうそう、学ばない人が多いからね。ああ、そういうこと、ね、同じこと繰り返した人ね。失敗しても学べって、そっから。そう、かっこいいな。かっこいい、かっこいいっすよ、やっぱり。失敗は成功のことですから。いや、もういい、俺は意識ないよ。いや、俺も意識ない。じゃね、行け。俺の究極のデコピン食らっすよ、やばい。究極のデコピン食らっすよ、怖い、絶対痛いじゃん。いや、これ破壊力やばいっす。いや、もうひどい、終わってるわ。あ、じゃあどっちの息子が本気ですかって聞いて。比べるもんじゃねえだろ、兄弟。これはもうお兄ちゃん、俺のチンコでかくないとかやるんじゃない。え、鎌倉さんが俺のができるよみたいな、うん、お前弟と比べたことあるの。やらないですか、ない、弟さん。ないだろ、うん、触ったことしかない。なんでね、逆に触ったことあるんですか。逆にやれだろ、比べれる。ちっちゃそう、なんか弟俺のそれ弟に謝るんだよ。好きな野球選手誰ですかって来てる。何それ笑ってんの。何が面白い、何が面白いですか。何が面白いんですか。どこがツボなんですか。いや俺分かんないから、野球。野球全く見ない。マジ全く見ない。大谷翔平ぐらいしか分かんない。本当にそれぐらいしか分かんないかも。ベイブルースみたいな。ベスターズな。いや、ベイブルース、ね、あ、その野球の神様ね。あ、それとか。かなり。あ、逆にそ、逆にそれ知ってんだ。そのちょっと歴史なんだ。何歴史に詳しいんだよ。うん、そっちレベルは知ってる。今よくこのチーズ食ったな、お前。このハーブ入り落ちたやつ。ビビって入るの。いや、やっぱ美味しいね。美味しかった。うん。なめんなよ。え、何のチームが好きなの。ベースターズでしょ、横浜 DeNA ベースターズ。ああ、誰が好きなんでしょ。あの元キャプテンの佐野選、佐野さんとか。ああ、全然知らねえだろお前。いや、あーって言っても誰、全く聞いたくてない。これ聞いてお前の師匠じゃないのお前。いや、知ってる知ってるよ、俺佐野でしょ。佐野、お前の2、3個目だぞ。普通に来て、身長何センチですか。192と190です。あー、意外とちっちゃいんだ、そっちの、あのヤン君の方が。そうなんですよ、体がでかいのか、なんか。え、これ腕太すぎるよね、これ、うん、そうっすか。でも前回ここに来た時よりは、うん、20キロ増えてます。あ、てかあのサムネやってほしかったな。あ、僕一応、でも今日も、ちょっと待って、これ一回もう一回撮っていい。いやいや、いやいや、でも今日は、あの、張り全くないっすよ。そのでもグラビアアイドルでしょ、でも、普通に。いや、そうっす、一応もうすぐ写真出すから。脱ぐのが一応仕事なんで、うん、ちょっと。でももうちょっとって言いながら、なんか嬉しがってる。そうそう、脱ぎたかった。脱ぎたかった。もう、カノ君にも頼まれちゃってるんで、僕ね。ただその、やっぱ、デブなんすよ、ただの。ブツブツ言ってる、なんか。デブなんすよ、ただの。白くなっちゃってるし。前回のギャップ。なんかさ、ビーチにいるアメリカ人だよ。そうですよ、だから、これがもうリアルなんですよ。すげえでかい。超えてるんですよ、今。多分、みんなには伝わらないんじゃないですか、これ。これちょっと。ハンバーグぐちょぐちょだし。こうでしたっけ。あ、確かに、そうそう。それで一回やっていい。俺こうでしょ。ヤン、あの、この体になってから鼻息がマジで換気扇張りにうるさくて。そうなんですよ、やばいんだよ。なんかそれ、なんか2人で行った時に苦情めっちゃ言われるって言ってたね、なんか生活面で。あ、そうですね、お兄ちゃんになんかいろんな苦情言われるんですよ。その、まず鼻息やばいんだよ。あと、うんこが臭い。マジやばいんだよ。そんなやばいの。やばい。いや、でもレベル公害。いやいや、多分隣のマンションまで匂ってると思う。リアルな話すると、やっぱりその筋トレやってる人ってタンパク質いっぱい取るじゃないですか。あれをもうちょっと足畳んでもらったらいい。バカみたいにさ、こんなんだって。何お前こんな広げてるの。こっちスペースあるから。うざいんだけど、さっきのやってみよう、お前。これだったらしごくマジで。結構まあよくね、これ怒るんだよ。電車とか乗ってもめっちゃ足広げるから。いや、電車はちゃんと閉じます。ただこういうとこはちょっと油断しちゃうんですよ。てかさ、飛行機乗ったらやばいんじゃん。すぐガニバトラカニみたいな足広げる。めっちゃ迷惑客じゃん。結構迷惑なんで、ちゃんと閉じる。いつかお前炎上するよ。5回あるって。これ閉じますから。閉じる。公共の場は閉じるんですけど、こういう時ちょっとついついやっぱ信頼してるんで、お兄ちゃんのこと。迷惑。身を預けちゃう。一番身近な人にこそ優しくしろ。ケツもささげてるもんね。ケツもささげてるもんね。肘まで。肘までやろう。肘まで。ケツに。肘まで。じゃあちょっと真面目なやつ聞いていいじゃん。ふざけすぎた今まで。ヤン君ってモテますかって来てた。
いやこれやっぱえモテなくなっちゃってますね完全に。どう思う。あんま知らない。モテてるでしょ。あモテてる。でもいろんな YouTuber の女の子をヤンにめっちゃ連絡して飯行こうって誘ってくんだよ。本当に。グー本当にヤバいよ今。やばい。さっきまで散々これヤブニュースだったじゃん。誰ですか。じゃあ誰かは言えないけど誰かは言えないけどちなみにクソ来る。一人一人ピーピーで言わないそれは言わないけど、いやちょっとでも誘われますよ。それ誘われて行くの。いや行ってないっすね。あ行かないんだ。そうなんですよ。なんで行かないの。いやなんかちょっとブスいや違う全部お兄ちゃん本当に良くないってこれ。顔全部何も言ってないっすから。何も言ってないっすから。何も言ってないっすから。確かになんか話して聞いてて面食いって言ってたから。そうですね。逆に B 戦なんで今日僕が喋る必要ないっすよ。 B 戦なの。いや B 戦とかじゃなくて中身大事っすよね。ああでもさ性格分かんない。行ってみないと分かんないじゃん。そうまあそうですね。なんかどうしても筋トレしたくなっちゃってそっち優先しちゃう。外食自体あんま行かないんすよ。狩野君と行ったのもすごい久しぶりなんですよ外食。久しぶりなの。ちょっと狩野ちゃんの動画もうちょっと面白くしようとすればもうちょっと予備情報与えると同じ女の子のクリエイターから多分6回ぐらい誘われてるけど全部断ってるから。ちょ待って誰それ。ホントに逆に分かんない。ホントに分かんないよね。誰のこと言ってるのか分かんない。本当にいい加減にしよう。本当に自分も誰か分かんない。面会してもらって。じゃあ面会どうぞ。誰のこと言ってるのか分かんないし誘われた事実もないっすよ。ないならなんでこうなってんだろうね。なんでなんで今日どうしたの。でもさ誘われて当然じゃない。でもまあまあいや誘われた記憶がないぞ。だから広げんなってお前邪魔な。違う違う。ないってことね。僕本当にないっす。隠しちゃってるってことね。まあだから視聴者の皆さんはどっちを信じるか。あそうだね。おかしいな今日。あれ誤解あるぞこれ。じゃあ超大物 YouTuber ってことでしょ。はい。そうっすね。あじゃあ兄弟の好きなところどこですか。気持ち悪い。質問気持ち悪い。ブラコンのやつはそんなにいいと思われる人じゃん。どこ兄ちゃんか。正直あんまねえよ。そんなのそんなねえ。照れ隠ししちゃってんだよ。照れ隠ししちゃって。何で逃げんの。いや怖いから。知りたい。好きなところ二人ともなんかソースをしてんだけど。いや難しいな。逆にじゃあ弟から言っちゃって。いやだからまず優しいところっすよね。ああ優しい。それでなんか頼りになるしかっこいいしなんか相談とか乗ってくれるし将来のこととかやっぱ考えてくれてるし。ああそういうところ本当僕は好きっすね。ああやさああじゃあいいじゃん。めっちゃいいなのになんか全然一個もない。俺特にないよちょっと。悲しいっすね本当に。恥ずかしがってんだよ。そういうことか。じゃあ嫌いなところ。嫌いなところだからうんこ臭い。ため息うるさい。で僕はすぐ物に当たる。多分やっぱ俺の嫌いなところキレショーとかそういうところ。 YouTube の最終的なゴールは何ですかって。おお。やめること。ああやめる。やめたいんだ。でもお兄ちゃんはなんかもう30でやめたい。そうであと2年だ。じゃあもうすぐじゃない。ホント2年っすよそれ。やめちゃうな普通に。ホントにやめんの。やめたい。やめれる段階まで行きたいっていう。そうね。30歳で。そうね。あと2年ぐらい。そうね。やめれる見込みあんのじゃん。ある1年半っすよなんならもう。この1年半でもうやめれるだけの資金みたいなあるんだじゃん。セカンドライフはまた歩み始めようかな。じゃあそんな寿命短いっすねやっぱり。誰が早死んだ。裸の人はじゃあ裸の人はなんかまだ全然元気なんで。ああ確かにそう。なんかまだ特に決めてないっすけど。確かに22だもんね。だってそうっすね普通に。はいまだまだ全然。確かにめっちゃ離れてるね。そう考えたら。そうですね6個違いなんで僕ら。30とか超えてさ40代とかでもさ YouTuber してるじゃん。マジすげえなって思う。キレショーだから。あストレスかかんねえか。そうああいう動画でさマジイラついたりしてるんじゃんゲームとかで。あれも素なんだよ俺も。あ普通にキレてるの。もうなんか昔はなんか演技とか言われてたけど、まあ確かに最初はちょっとわざとキレてた部分あったんだよ。今ガチなんだよ。あれがガチですか。入っちゃってんだよその入り込んじゃった世界に。1個言っていい。動画上げていいですか一回。なんて動画上げていいですか。いいよ。これさ独特じゃないその自分で公開するの。確かに
普通設定するじゃん、スケジュール設定。え、設定するの普通。スケジュール設定して。俺したことないよあんまり。だってなんかこだわりがあるし、自分で押したいんだって。あ、そうなんだ。なんか押してあげたい。なんかすぐ終わるんでちょっと待ってください。海洋気持ち悪い。海洋キモいって。炎上しすぎてるんで海洋しちゃう。あ、じゃあ今までやってきた中で一番嬉しかった仕事は何ですかって。真面目な。結構いろんなことやってた。一番嬉しかった仕事か。なんかこれ決まって嬉しい。やんと俺多分違うんじゃないかと。いや難しい。きつい撮影とかパッて思い浮かぶけど。ああ、それは嬉しいんだ。違う違う、それはすぐ思い浮かぶけど。あ、そう、嬉しいのが思い浮かばないんだ。きついの結構ある。逆にきついのはあんま回ってないんですけど、うん、レインボーブリッジを手押し車で2人で渡り切ったっていう。その動画あったっけ。あるんですよ。え、手押し車って何。7万再生が全然伸びなかったんですよ。手押し車って何。まず要は1人が足を持って、あ、相手の足を手でこう歩く。それをレインボーブリッジ全部交互に歩いて、また6時間ぐらいかかったよ。マジ。で、それ17万再生。軍手二重につけて、ここ全部皮むけるんですよ。それ17万再生。確かに。しかも2人ともタンクトップで渡ったんですよ。しかもコロナ期間中だからマスクつけて。だいぶきついね、それ結構。結構やばかったっす。あ、確かにそれきつそうだね。めっちゃ体力的にね。めっちゃ嬉しかったし、なんだろうな。 YouTube、 まあ YouTube でもちょっと取り上げたけど、やっぱビール作った時、うん、あー、はい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 、ビール作って、うん、人々に言って、うん、それを見てみんな飲んで、うん、幸せそうにしてるときは、うん、嬉しかったね。普通に嬉しいやつだね。普通に嬉しいやつ。一番きついやつは俺なんか意外と俺大食い系がかなりしんどくて。意外と食えないんだ。寿司とか。お兄ちゃん苦手なんですよね。卵の大食いとか、あのスカイピスタチオに卵100個食ったやつとか。あれやばかったね。あれガチやばい。寿司100個もやばかったし、 あとマック1万円分とかもやばい。あ、でも意外とそんな食えないんだね。食えない。お兄ちゃん全然食べれないですよ。なんでデブなんだろうね。お酒運動してねえから。お酒と運動ですよ。あ、酒アルチューとかにはならないんだね。遺伝があるから。自分で頑張って耐えてる。休館日とか頑張って作って、その時めっちゃ発作出るけど。だからもう片足アルチュー入っちゃった。入ってない。あ、そうなんだ、うん、発作出るんだ。やばい。あんまアルチューアルチューって言い過ぎると、うん、お酒のお仕事もらえなくなるのやめて。あくまでお酒が好きなだけだから、うん、アルチューではないから。アルチューアルチューって言っちゃうと本当に お仕事もらえなくなる。アルチューでやめろ。あ、わかった。ヤンクの嬉しいやつ。でも嬉しい。まあ、あの撮影企画でもいいっすか。ずっと残ってるのはやっぱフィジーク優勝っすかね、うん、ああ、やっぱそれは嬉しかったっすね。それこそ狩野くんと撮影し減量末期の時、この1週間ぐらいやったんですよ。あ、確かにそうだったよ、ね、あれ本当一番末期の状態だったんで、うん、めっちゃなんかイケメンだったわね、マジの。僕マジで多分顔違うんすよね、もうあの時の動画と。全然違う、別人なんすよね。こけるよね、顔が。なんか今は本当に大人、ただの。22に見は見えないな、マジで。老けてるんすよね。最近なんか俺の28よりもヤンの22の方が見えないって。見えない。そうですよ、だから複雑なんすよね。マジで同い年みたいな。徐々に俺のその、なんか顔が年齢に追いついてきてる。昔はめっちゃさ、老けてるって言われてた。28か、今。そう、28。あ、28か、それ見えないって言われるけど。うん、35分やる。焦るんじゃねえ。そんなことないよとか言ってくれよ。ああ、てめえ28だもんね。じゃあラスト2問だけいこうか。はい、うん、経験人数何人ですかって。でも前も答えたぞ。覚えてないな。7とか6とかそんぐらいじゃんよ、確か。覚えちゃう。ゼロっていうことで。ゼロ。じゃあ僕はなんでゼロなんだ。誰が言ってんだよ。婚者だよ。さっき婚者だよ。童貞だ。いや、まあこれからな。これからってことでしょ。これから。どんだけ縛ってんだよ。記念すべき。セックスレスもいいと思う。神聖なものだからさ。9年間一緒にいんのよ。神聖包茎ってことか。じゃあ3歳の時は俺買わねえから。何言いますか。いや、でも本当だから、20から30。これは現実ですよ。よく覚えてるのが、地球組バンバンやってる時にヤン君を童貞いじりしたら本当にちょっとキレてたもんね。なんか、いや、なんか当時はなんかすごいなんか変なプライドがあったんですよ。だからお兄ちゃん、まあ、19まで本当童貞だったんですよ。そこまですごいいじられてたんですよ。ついにこう卒業しましたって。自分としてはなんかこう誇らしいんですよ。ついにいじられなくなるみたいな。でもずっといじってたんですよ。なんか言い返したもんね、なんかめっちゃ。だから結構ガチ、昔のやつってね、結構ね、キレショって。いじるとすぐキレる。無駄にプライド高かったんですよ。ちょっとピーとかでいいからさ、今までめっちゃ YouTube あってんじゃん。こいつなんだ、こいつ思った人いる。なんだこいつ。そう、誘ってくるみたいなってこと。あ、いやいや、違う違う、本当にどう嫌いみたいな。あ、対応悪いなこいつ。DJ 社長でしょ。あいつ
なんでいや、俺は確かにね、2時間半遅刻してくるし、で動画上げるってなっても2ヶ月ぐらい毎回ずらされて、最終的にオフチャーに上げたし、いや、あれやばかったっすね。これ言っていいのか、全然いいんじゃない。あ、そう、あいつやべえマジで。あ、そうなの。二度とコラボしないと。いや、なんかその表はまあそのキャラとして、そうそうそう、ああいうそういう感じなのかなって思ったら、そのあれなんか素だったんだ。素でやばい。ああ、そういうことね。素でやばい。振り回されちゃいましたね、完全に。それはライブもすっぽかすよ。海外にいるし。あれと普通に一緒に仕事してるメンバーは本当すごいなって思った。確かに。ちょっと俺多分3日で。俺は何も言ってないですよ。まあでも嫌いとかそういうの置いといて、まあ、もういいかなってなって。ああ、そういうことね。あ、でも唯一それあの DJ 社長ぐらい。そう、 DJ 社長難しかったっす。難しかった。俺らでもさばききれなかったっす。いや、ヤン君も、いや僕もそれ以外もう思い当たらないです。ないっすね。俺大丈夫だよね。まあ危ないよ。危ないです。え、でもそれこそ、あ、でも、その減量末期の方の動画あったじゃないですか。まあ撮ってから2ヶ月後ぐらいに公開したじゃないですか。前もご飯の時に話したんですけど、僕あれガチでオクラになったと思ってたんですよ。あんだけ目の前で食われたのに。多分その自分が減量末期すぎて、本当につまんなかったかなと思って。自分から。めっちゃ遅いからね、あげて。自分から言うのもなんかもう、いや、それこの動画もう半年ぐらい。いや、違う違う。なんかね、あの時は本当に、なんか1週間後だったじゃん。で、その間にあげないと、意味ないよって感じだったじゃん、結構。僕も早めにあげた方がいいかもしれないです。それ俺逃しちゃって、いつあげようかなって考えたら2ヶ月後になっちゃって、なんか。いや、でもその連絡来た時もホッとしましたもん。でも上がんのかって思って、よかった。でもあげた瞬間めっちゃ伸びてたけど。いや、だからなんか逆に2位ぐらいだったな。よかったっすけどね。本当に、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ感想あるっすか、なんか今日。感想、そう、いや、でもなんか相変わらずいいよね、楽しいよね。楽しいっすね。やっぱ楽しいっすよね。楽しいっす、普通に。なんかここに毎回来るたびに、よりこの自然な会話になってってね、俺ら。ああ、いや、確かにね。うん、ここでちょっと一言、またまあ、カノちゃんと一番よくプライベート会ってる人間からの最近のあったカノニュース話していい？ああ、いいよいいよ。一緒に焼き鳥食べに行ったんだよ。ちょっとあのワインとか出るようなちょっとおきれいな感じの焼き鳥屋さん、そういうちょっといいレストラン行くと、まあ紙ナプキンじゃないけど、その膝掛けじゃないけど、この太ももにかけるような大きな紙渡されるんだよ。それをみじん切りし始めて、ちぎりまくるのっつった。ガチで。どうしたのっつったら、あ、ごめん。ちょっと多動症なんだって。まあまあ、そうだね。どうしたの、こうやってやっちゃうんだよ。やりたくなっちゃう。さすがにちょっとビビった。ストレスすごいのかなと思って。ストレスイライラしてるのかなと思っちゃって。あれってちぎれるもんだ。店員さんも、もうなんかみたいになって、縦にこうずっとビビビビビ。でもね、あれね、本当にね、なんていうの、繋がってんだよね、でも。最終、そうそう、なんかね、あの紙跡してんだよ、破れる、破れずに。なんかね、見つけちゃったら楽しくなってきちゃって止まんなくなるんだよ。楽しいと思ってない、なんか無意識だから。そうそう、気づいてない、やってること俺は。そう、気づいてない。危ない。そう、やばい、危ないっす。いや、だからそれ言われて、だからちょっとあのカノックスターをご覧の視聴者の皆様には、カノックスターのプレゼント送付先にハンドスピナー系の、ああ、ごちゃごちゃ回せる系のものを送ってあげてほしい。それショートで取り上げたらいいじゃん、視聴者からなんか送られてきたずっとなんか触れるものシリーズ。おっぱいボール欲しいですね。そうそう、まだそういうの皆さん送ってあげてください。ぜひ。あのレストラン行くとマジ暴れるから。そういうの持ってけばもう大丈夫。そうそうそう。届いた瞬間捨てるっすね。捨てるね。ふざけん。一回使ってください。一回だけ使って捨てるっすね、じゃあ。捨てる。コンドームじゃない。